どうも、ハンサムクロージです。さあ、今日はですね、アイス買ってきましたよ。3つ買ってきました。まず1つ目こちら、ピノ。いちごのピノです。しかもパッケージがね、つむつむってね、かわいい。これもう、ただかわいいから買ってきました、本当に。これで次が、冬ももちもち、雪見大福、きなこもち。そして最後、これだ。ハーゲンダッツ。日本で初めてのコーン、キャラメル&マカダミア。今ちょうどお風呂上がりで気持ちいいので、食べましょう。レッツピノ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 いざ進め地球侵略せよ。かわいいですね。つむつむチップとデールとミニーとミッキーとドナルドとデイジー。じゃあ開けます。ハートのやつが入ってるんですよね。あれ星だっけ。当たりだね。どうかな。あ、全部普通のやつめっちゃいい匂いする。いちごのすごい久々にピノ食べる。ピノストロベリーいただきます。あーめっちゃ美味しい。ただうまい。僕いちご好きですね。酸味もあってチョコレートに合う。香りもいいし何個でも食べれちゃいますね。6個じゃ足りない。9個食べれる。というわけで9ということで8ハンサム。でも可愛いから9ハンサムでもいいかな。いやー美味しいな。やっぱピノほんと食べたくなんだよな定期的に。でもさ俺動画で新しいアイスとかよく買っちゃうからなかなかね。美味しかった。次、雪見大福きなこ餅。これめっちゃ美味しいらしい。まあうまいよなこれ絶対。開けます。見た目はねいつも通りの雪見大福と変わらないですね。刺して、うい、なんかテンション上がるな今日は。新商品とかも楽しいけどなんか好きなもの買うとテンション上がりますね。いただきます。うまい。もうこれきなこ餅です。めちゃめちゃ美味しい。香りとかねそんな強くなかったんですけど味はもう完全に香ばしいきなこ餅の味がしました。きなことお餅のもちもち感が合わさると一気にこうテンションが、あ冬来たっていうね、お正月だっていうテンションになりますね。僕特にきなこ餅大好きだったんで、ちっちゃい時は醤油のんのんのん納豆のんのんのんあんこ、ああんこのんのんのんきなこ、イエスきなこって感じだから。そうですね、まあもっときな粉でもいいかな。割とあっさりきな粉なんですよね。こうお餅の粉もきな粉で あってほしい。お餅の粉もきな粉であれっていうやつですね。9ハンサム。やべえ、初めて三四郎の小宮さんのモノマネをしてしまった。コメント欄で似てますねとか散々言われるから避けてきたのに。僕は三四郎さんが大好きですM1 ね、面白かったですね。はい。じゃ、最後。最後行きましょう。出ました。出ちゃいましたね。出ちゃったー。ハーゲンダッツ、キャラメル&マカダミア。あ、マカダミアじゃない。マカデミア。2098。2098じゃないんだって。298って。バカもあるらしい。恥ずかしい。はや、美味しそう。もう持った感じが美味しそう。この噛み越しにも伝わりますね。美味しいぞっていうの。これも評判いいですからすごい。開けます。あ、どうでもいい話なのかもしれないけど、この紙の裏地のなんか高級感ある。いい意地みたいな。おいと。おお。かわいい。このかわいさ。チョコン、スライムみたいですよね。キャラメルチョコレートコーチングです。これ綺麗にこうコーチングされてることによってコーンもパリパリ。キャラメルの香りはしないな。確かにこれスライムって思うんだけど、同じドラクエだったら僕貝殻帽子も思い出します。装備品ね。いただきます。おいしい。噛んだ瞬間カポッてなった。めちゃめちゃ美味しいな。キャラメルチョコレートコーチングがめちゃめちゃうまい。
まあ、チョコレートコーティングって本当に多用されてて、モナカとかコーン系のアイス特に使われてるんですけど、アイスとパサパサ系、パリパリ系のものを遮るためだけに使われてるものが多いんですよね。食感を残すためだけの存在みたいな。これはちゃんと美味しい。コーティングがうめえ。まず一口目、キャラメルチョコレートコーティング。これが本当に美味しい。キャラメルの奥深い甘みと香り、しっかりある。ちゃんとそこが目立ってるっていうか、いい意味で。アイスクリームと合う。そしてマカダミアナッツとも合う。マカデミアでした。マカデミアナッツとも合う。ナッツがまたね、ローストされた香ばしい香りがして、すごく美味しい。食感ももちろんあります。コーンも美味しい。サクサクで。パリ、カリ、サク。もう食感大好きですから。食感だけでも100点なのに、アイスも美味しい。はぁ、最高。ごちそうさまでした。これはうまい。重版さん。うまい。ありがとう。というわけでね、僕ね最近分かったんですけど、これどうでもいい話なんですけど、食べてる時は石塚さんを意識して、説明はアンジェッシュの渡部さんを意識してるっていうことを最近分かりました。自分がやってんなって、あ、僕やってんなっていうのを最近分かりましたね、それどうでもいい。いや本当に美味しかった。本当に美味しかったです。やっぱ一番はもうハーゲンダッツ。まあ、また僕の好きなキャラメルとナッツっていうのがね、またドハマりしましたね。あとの2つもすごい美味しかったけど、これは特におすすめです。はい、というわけでアイスクリームでした。以上、ハーサムクロージーでした。バイバーイ。